森は北米を拠点に活動する日本人現代美術家、詩人である北海道江差市郡浜と別町生まれ小学校高校までを神奈川県茅ヶ崎市で過ごし1999年カナダトロント市に移住現在はニューヨークとトロントを拠点に活動している北米を中心に古典、グループ展を多数開催するほか キュレーターとして自ら企画展を手掛ける。初期には、トーマレ名義で活動し、カナダの情報誌、ナウと愛の西において年間ベストアーティストに選出された、初の日本人アーティストである。詩集、ビタースウィートホテルなどを発行し、ポエトリーリーディングを行うなど詩人としての評価も高い。特にジャック・キルワックやアレン・ギンズバーグが継投した。 アメリカンハイクと呼ばれる英文で書かれたハイクに影響を受け、2008年には、ハイクアート展、ヒッチハイク、ヒッチハイクを開催している。2015年10月、歌手、山崎正義、デビュー20周年を記念した展覧会、音のない山崎正義を関東と関西で開催。その特別イベントとして、山崎正義のライブペインティングを行い、ゲストに、詩人、 谷川俊太郎を迎えてのトークショーも行われた。ボールペンによる巨大なドローイング作品が有名。初期にはパステルやアクリルによるペインティング作品を発表していたが、2007年頃から画材としてのボールペンの可能性を追求し始め、現在の作風に至る。カナダの人気 TV シリーズ、スター・ポートレートに出演し、俳優ゴードン・ピンセントの肖像画を手掛けた。他にも、 写真や映像、試作、インスタレーションなどメディウムに関わらない作品を発表している。作品のテーマには頻繁にミュージシャンが登場する。信仰のある、ヒロミ、トドトールなど、ニューヨーク在住の日本人、ジャズミュージシャンをはじめ、ロン・セック・スミス、ホリー・コール、ジョニ・ー・ミッチェルなどカナダのアーティストのポートレートも手がけている。年、少年ナイフとのアートプロジェクト、 将棋ナイフを実施。メンバーとファンが将棋盤を囲み対戦する企画であった。後にイギリスやドイツのチェス協会情報誌でも取り上げられ、少年ナイフのメンバーがインタビューに答えている。東北地方太平洋沖地震に関する活動として、カナダのジャズミュージシャンたちによるチャリティーアルバムメイプルリーフ・ライシングスンのジャケットワークを担当。CD は、 震災1周年となる2012年3月11日に発売され、本人のインタビューが地元紙トロントスターに掲載された。またこの中で語られたライフレッスンズ構想は、翌年にトロント市最大のアートフェア、ニュイ・ブランシュ2012の中で個展として実現された。2012年には、日本放送系、キャフトジューナーにジョージ・コラーと共に出演し、 東北の仮設住宅を訪問するなどのチャリティー活動を行った。初古典は2004年のワーグナー・ローゼンバウム・ギャラリーであり、日本での活動を一切せずに、海外で古典デビューを果たしている。絵は独学であり、美術学校や専門教育は受けていない。ただし、中学時代から美術の成績は十段階中十であった。もともとミュージシャンになるために、 海外へ渡ったとされ、バンクーバーでバスカーをやっていた。過去のインタビューでは、音楽では全く相手にされなかったと、当時のエピソードを語っている。活動初期には、路上やカフェ、レストランなどで展示を行い、それを見た美術関係者からギャラリーでの個展のきっかけを与えられた。2015年に行われた、音のない山崎正義展のトークイベントの際、 ゲストとして参加した谷川俊太郎から自己紹介で発表した詩をうまい、面白いと評されている。ありがとうございます。